アフリカンブラックウッドは、アフリカの熱帯季節林に育つ豆かつるサイカチ属の、子植物である。セネガル共和国から、東はエリトリア国、南は南アフリカ共和国のトランスバール共和国にかけてを、原産とする。楽器業界におけるグラナディラや、木材業者が名付けたアフリカ国炭また、ムピンゴという名称でも知られている。 種商名メラノキシロンはギリシア語で黒いを表す形態素村のマイナスと木を表す形態素キシランとの合成であり英名のブラックウッドとほぼ同義であるワシントン条約付属書通の適用対象であるアフリカンブラックウッド木材の濃さや光沢は赤みを帯びたものから純粋な黒まであるこの木材は乾燥をゆっくり進ませて 我が発生するのを抑えるために、新材とははっきりと区別できる明るい紅白色の偏材をつけたままで製材されるのが一般的である。質の良いアフリカンブラックウッドは工業用木材市場で高値で取引される。この木はババナスやグラナディラとも呼ばれており、これらの名称は様々な地方の英語の方言において借用語として見られる。 角の伐採が原因で、アフリカンブラックウッドの木はケニアで深刻な状況にあり、タンザニアとモザンビークでは注意喚起の段階とされている。アフリカンブラックウッドの木は持続不可能な速さで伐採されている。これは一部はケニアへの違法な密輸のため、また成熟するのに60年以上かかるためでもある。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、カメルーン。 ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、ナイジェリア、ナミビア、ブルキナファソ、ボツワナ、マラウィ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビークに自生する。低木あるいは高木で、7メートルの高さに達し、灰色の樹皮と溶けで覆われた枝を持つ。葉は、 寒気には落ち、五星王女で六から二十二センチメートルの長さがあり、鵜状であり、九から十三枚の交互に配列した小葉を持つ。花は小さくて白く甘い香りを持ち、密集した棒状に咲く。実には灰色で紙状の鞘があり細長く扁平、長さは七センチメートルまでで両端が尖っており、種子が一から二個入っている。 アフリカンブラックウッドの備える音色の特性は、主にクラリネット、オーボエ、ハイランドパイプ、ノーサンブリアンパイプ、ノースンブリオンパイプスといった木管楽器やバグパイプに使用される時に特に高く評価される。エジプトの時代から家具の製造業者はこの木材を高く評価してきた。アフリカンブラックウッドは、商船の底にとしても用いられてきた。また、 いくつかの積極的なノーサンブリアンパイプの製造業者は古くなり処分されたアフリカンブラックウッドの底にを非常に効果的に活かして再利用した。グレッソはアフリカンブラックウッドで仕上げた高級な携帯電話の販売を最近始めた。二つの団体がアフリカンブラックウッドの保護に関わっている。ムピンゴ保護プロジェクトザンピンゴコンサーベーションプロジェクトと アフリカンブラックウッド保護プロジェクトザ・アフリカンブラックウッドコンサーベーションプロジェクトである。ムピンゴ保護プロジェクトはアフリカンブラックウッドの研究、認識の向上及び実践的な保護に関わっている。アフリカンブラックウッドを収穫する地域に住んでいる地元の人々が生み出された利益の公平な取り分を受け取ることを保障することによってアフリカンブラックウッドと その生育環境との保護を成し遂げることができるのであり、したがって彼らに環境保護に関して好意を持ち生息域を管理しようとする動機を与えているのである。このことを成し遂げるために MCP は複数の共同体が森林管理認証フォレストスチュワードシップサーティフィケーションを取得するのを援助している。アフリカンブラックウッド保護プロジェクトは キリマンジャロ山周辺でアフリカンブラックウッドの植林に取り組み保護教育を行っている。また、成人と女性の複数のグループと共に環境保護に関して健全な土地の利用の推進に取り組んでいる。ケニア、英語、日本語。ありがとうございます。